障害がある人とない人が互いの理解を深めようという目的で作られているこちらの雑誌。登場するのは知的障害などがあるモデルたちです。障害があることを理由に諦めない、ファッションを学ぶ学生たちと作るショーでモデルに挑戦するあるダウン症の女性に密着しました。せーの、はい、ゴー、はい、さっと動く、はい、もうね、自分で考えてやるの、いい？人に頼んない、みんな動き違うでしょ。元パリコレモデルによるウォーキングレッスン。指導を受けるのは知的障害などのハンディキャップがある生徒たちです。その中の一人、小野寺彩音さん、28歳。今使っているこちらのアルタ島が一番好きです。彩音さんは生まれてすぐダウン症と診断されました。5日後に専門学校生と作るショーに参加します。もうちょい、もうちょいでできます。全部手縫いでね。そう、手縫いでね。あやねちゃんに合いそうな黄色とピンクで可愛らしい感じがメインです。今年のショーは環境破壊や人権などがテーマ。あやねさんたちが歩くパートの衣装は自然由来の素材にこだわりました。あやねさんたちの存在は学生の考え方も変えています。まあ、その人に合った、ね、関わり方、喋り方、こうしたらいいっていうのをこのショーで見つけましたね。見せ方も本当にプロ意識がある方で、ヒールとかの使い方だったり、もうターンとかも。あ、みんなの分出してる。これはね。あやねさんは両親と3人暮らしです。いただきます。はい、いただきます。まあ、戸惑いは少しずつやっぱり周りのお子さんだとかとこうちょっと違いが見えてくる場面では多少ありましたけれども、それよりもやっぱりあやねはあやねなりにできることが少しずつ増えてきますしね。小学校は地元の通常学級に通い、中学は地下鉄通学、高校は特別支援学校で寮生活。挑戦を続け可能性を広げてきました。しかし特別支援学校卒業後は進路の選択肢が少ないのが現状です。人として生きていく、楽しんで人生を楽しむために生きていくっていうことを考えた時に、なんかできないことが一つでもクリアできて、一つでもなんか自分でできることが増えてったり。娘の挑戦の場を広げたいと5年前に進めたのがウォーキングのレッスンでした。仲間とのコミュニケーションを取れるのが楽しいです。この日は学校で行われる最後のリハーサル。少しよろける場面もありましたが、学生たちが手を取ってくれて無事に終了。着替えが終わってからも学生たちのウォーキングを真剣に見つめます。学生たちには厳しい指導が入ります。レッグウォーマーの右、左ぐらいかな、左かな、左の後ろがこうゴム入ってるでしょ、その白いゴムが見えてない、うん、ので、それをこう直してあげてほしいと思います、はい、この翌日。まだ行ってない、まだ行かない、まだ行かない、行かない、せーの、はい、はい。なかなか歩調が合わない彩音さん、
元パリコレモデルの先生が腕を取り指導が入ります。ちょっと前見てね。にっこりにっこり。右左慌てない。障害があることを理由に諦めたりしないのが先生のモットー。障害があるからできないでしょってこちら側が思って教えるってなると多分伝わるので、自分たちがやっぱり期待されてるって思えば人って頑張るんじゃないですか。なんか誰かのために役に立ちたいっていうのを思うから、だから私はそこをできる 1% でも可能性はあるから、そこを信じましょうっていうのは。いよいよ明日本番です。ファッションショー当日、会場は満席です。さっきでしたけどね。頑張れよ頑張れ頑張れ。頑張ってください。頼むよ頼むよ。先生の激励を胸に、あやねさんもいざステージへ。あやねさんたちが登場するオープニングパートは無事に成功。ショーは大盛況に終わりました。いっぱいも頑張ったって言ってくれてたよ。なんとか練習した成果が出てたのかなと思いました、はい、落ち着いててバッチリですね。練習したウォーキングがお客様に、披露できてとっても良かったなって思ってます。できる可能性を信じ合う、そんなつながりがあやねさんのこれからの挑戦を広げていきます。たくさん練習してきたことを大勢の前でこう披露した後の達成感とか高揚感、成功体験って本当にね人を強くするなと思いますし、気持ちよかっただろうなと思うんですが、満島さんすごく本番ね堂々としてましたね、はい、いやそうですね、すごくこう胸を張って歩いてたなって感じました、あとやっぱりこう意味のある企画だなっていうふうに感じましたね、やっぱり小野寺さんたちにとっては自分たちが持ってる可能性を自分で感じて、積極的に伝えて知らせていくプラスのチャンスにもなるし、そこに関わって一緒に ステージを作った人、学生さんたちも含めて多様な生き方を知るいいきっかけになったんじゃないかなというふうに思います、うん、厳しく見えるウォーキングの先生の指導ですけれども、うん、できないことがあるっていう、障害による制限を前提とするのではなくて、目標に向かいきっとできるっていうことを前提として進めていくっていう方針だそうなんですね。で取材中は心配して、手やあと声をかけすぎてしまう保護者がいて、で先生から指摘される場面があったそうなんです。そこはもう信じてあげましょうということなんですけど、矢部さんいかがでしょうか。まずところどころ彩音さんのいい表情が見られて、はい、障害あるなしに関わらず、うん、ワクワクする気持ちになることって大切なんだろうな、うん、その力がこのおしゃれとかファッションという世界にあるんだろうなと思いましたね、うん、それとこういう経験を通してたとえ障害があったとしても自分は周りの人と同じように価値ある存在なんだというそういう自信を高めるということが一つと、あとこの講師の先生もおっしゃっていたように、うん、障害がある人もその人なりに頑張ればできるっていう経験を積み重ねることによってやればできるんだっていうその自信の方も一方で積み重ねていくっていうその2つの意味があるかなというふうに思いました。固定概念で接してしまうとその人の才能を狭めてしまう可能性があるっていうことですよね、はい、なんかこれは障害あるなし関係なくちょっと気づくものありますよね、うん、そうですよね、うん、はい、またですね、ウォーキングレッスンというのは歩くだけじゃなくて身だしなみ挨拶など障害がある人たちが社会でより活躍できる存在になってほしいという狙いもあるそうです。